C70 フラーレンは70個の炭素原子から構成されるフラーレン分子である。ラグビーボールに似た形で25個の六角形と12個の五角形からなる。関連化合物のバックミンスターフラーレンは60個の炭素原子からできている。1985年にライス大学のハロルド・クロトー、ジェームズ・ヒース、シーモ・オブライエン、ロバート・カール、リチャード・スモーリーによって 初めて意図的に合成された。黒島、カール、スモーリーは、フラーレンの発見によって、1996年のノーベル科学賞を受賞した。名前は、分子の形が似ているジオデシックドームを設計したバックミンスターフラーに、ちなむ、黒島フラーレン分子の理論的な予測は、1960年代末 -1970 年代初頭からあったが、 ほとんど注目されていなかった。1970年代初頭、不飽和炭素の配置の研究が、サセックス大学のクロトウ、デビット・ウォルトンらによって行われた。1980年代、ライス大学のスモーリー、カールらによって、これらの物質を単離するための技術開発がなされた。彼らは、適切な標的分子のレーザー機化を用いて、原子の塊を作り出した。クロトウは、 標的としてグラファイトを用いた C70 は1985年にカール、クロトウ、スモーリーによって発見された。グラファイトのレーザー機化により彼らは20個以上の炭素原子で構成される塊を発見したが最も多かったのは炭素原子の数が60個と70個のものだった。この発見によって彼らは1996年のノーベル化学賞を 受賞した。彼らは、生漢物質を再現するために、炭素のプラズマを作り出すことを意図しており、フラーレンの発見は予期しないものだった。質量分析法により、球状の炭素分子であることが示唆された。1990年、W. クレッチマーと D.R. ハフマンは、グラム、キログラム単位のフラーレンを簡単に効率よく合成できる方法を開発し、 フラーレンの研究が一気に進んだ。この技術では、ヘリウム中で高純度の2つのグラファイト電極の間をアーク放電させることで炭素のススを生成する。または、グラファイトのレーザーアブレーション化方向属炭化水素の熱分解によってススを生成する。フラーレンは、ススの中から多段階の過程によって抽出される。まずは、ススを適切な有機溶媒に溶かす。 この段階で最大70%の C60 と15%の C70、その他のフラーレンからなる溶液ができる。これをクロマトグラフィーを用いて分離する。C70 分子は D5H 対称性を持ち37の面を持つ。構造は C60 分子と類似しているが赤道部分に6つの六角形でできた帯を持つ。分子内の結合長は 0.137から0.146ナノメートルの範囲で8種類ある。各々の炭素原子は他の3つの原子と共有結合している。C70 分子の構造。赤い原子は C60 分子に加わる5つの六角形の面を示している。C70 は可逆の1電子還元により C706 体となるが、酸化は不可逆である。 最初の還元には 1.0V が必要で C70 が電子受容体であることを示している。フラーレンはトルエン等の多くの方向属性溶バイに硫化炭素にわずかに溶けるが水には不要である。C70 の溶液は赤茶色で溶液からは C70 のミリメートルサイズの結晶が育つ。固体状態では C70 は ファンデルワールス力で強固に結合している。室温では、単車症、六方症、皮脂面定症及び、面心立方構造が混合している。摂氏70度以上では、面心立方構造が C70 の安定な結晶症である。これらの層の存在は、以下のように理にかなったものである。個体状態では、C70 分子は、面心立方体配置をとり、 全体の対称性はその相対方向による。対称性の低い単車症は分子の回転が温度か歪みのために止まっている時に観測される。一つの対称軸に沿った部分的な回転により、より工事の六方症、または七面定症の対象となり、分子が自由に回転を始めると立方体構造になる。C70 は、 バンドギャップが1.77イブの茶色の結晶を形成する。これは大気中から個体中に酸素が拡散することにより N 型半導体となる。単位格子は4つの8面体と12個の4面体の空洞を含み不純原子を収容するのに十分な大きさを持つ。この空洞にアルカリ金属等の電子共与原子が取り込まれると C70 は電動性が 最大に S センチメートルまでの胴体に変わる。ありがとうございます。